皆さんこんにちは。初等科修身に学ぶの時間です。本日も私桂木奈美がお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、9月も中旬に差し掛かってまいりました。まあ、あれだけ暑い夏がいつ終わるのかという感じの日も長かったんですけれども、秋になってきましたね。風が特にこう湿度がなくなって爽やかで、あ、ちゃんと秋は来てくれたんだなと嬉しく感じている今日この頃です。さて今日はですね、そんな現実の季節とはまただいぶズレのある内容になるんですけれども、はい、気持ちは良くなるんじゃないかなというような内容でもあります。それではお聞きください。新年から春へ。年の初めを祝う新年の祝日は1月1日、2日、5日の3日です。宮中では1日、2日に朝賀の式、5日に新年宴会をお催しになります。私たち国民は家々に日の丸の旗と門松を立てて、栄えゆく御代の年の初めを祝い、天皇陛下の万歳を祈ります。新年の祝日に挟まれて1月3日の元始祭があります。年の初めにあたって天皇陛下が神々をお祭りになる日であります。新年になるとよく春が来たと言いますが、季節の上ではまだ冬です。1月中は野も山も冬の色に包まれています。冬の眠りを破るものは梅の花です。節分も済んで梅のつぼみが膨らみ始める頃、2月11日の紀元節が参ります。宮中ではお祝いがあり、私たちは厳かな紀元節の歌に神武天皇が初めて天皇の御位にお着きになったことをお忍び申します。梅の花に次いで桃の花が咲き、木の芽はだんだん出てきてうららかな春になります。彼岸桜の咲く春分の日に春季皇霊祭が行われます。秋季皇霊祭と同じように宮中でご祖先の御霊をお祭りになります。この日を中心として1週間は彼岸といって、私たちの家でも先祖の祭りをいたします。はい、というね、お正月から2月3月にかけてのお話でしたけれどもね、まずこのお正月の初めに行われる儀式についても今では馴染みがあまりないですよね。正月の元旦には朝賀の式が行われるというふうにありますが、2日もですね、これは皇太子以下諸臣が朝廷に参上して天皇皇后に新年の喜びを奏上する儀式として長く続いてきたものです。そしてその翌日3日の日にはですね、天皇が宮中三殿、これね、私どもも皇居の勤労奉仕ですぐそばまで行かせていただきましたけれども、賢所、皇霊殿、神殿というこの3つの御殿において自ら主催する神祭、親しむ祭りと書く神祭ですね、で、ありまして、皇位の元始めと書く元始を祝うんですね。この皇位の元始ってどういうことかと言いますと、天上無窮の進捗というのがありましたよね。皇位というのが雨土とともに極まりなかるべしと、永遠に続いていきますようにというあの進捗を祝って、皇霊天皇霊と天神地義に、お祭りをする儀式ということになりますね。で、このお祭りの説明の合間合間にこう花の話題がありますよね。私この花が出てくる前の1月中は野も山も冬の色に包まれていますっていう表現もとっても素敵だなと思いました。秋から冬にかけてどんどん色味がなくなっていって、まあ、茶色というかグレーというかそういった世界になりますよね。その冬の様子が空気感がとっても伝わってくる表現ですね。そしてその冬の眠りを破るものはっていうなんか表現も
すごくなんかドラマチックですよね。それが梅の花ですというふうに、梅の花が登場することがいかにこう国民にとって喜ばしいことであるかっていうのが伝わってくる書き方をしていますね。私ももう子供の頃から庭に梅の木がありましたので、最初にこう白い花がほころび始めると、あ、春が近づいてきたなって感じましたね。で、節分も済んで梅のつぼみが膨らみ始める頃、2月11日の紀元節が参りますとあります。まあ、紀元節はこの番組でも何度もご紹介していますけれども、初代神武天皇が奈良の橿原に都を建てられた、そのことをお祝いする、国の誕生日をお祝いするお祭りですね。で、その後のこと、はい、またお花が出てきます。梅の花に次いで桃の花が咲きとありますね。私はですね、なかなか本物の、あの桃の実をいわゆるならせる桃の花っていうのは身近にないと方が多いと思うんですけども、私もそうなんですけれども、まあ、都心でもですね、花桃っていうのはよくあるんですね。で、梅が終わりかけると花桃、結構濃いピンクだったり白だったりするんですけれども、それがまあ街灯でもちらほらと見られるようになって、あ、だんだん春が進んできたなということを実感しています。そして教科書では、木の芽はだんだん出てきてうららかな春になりますと、だん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 こう花の種類が増えていって、気がついたら百花繚乱になっているんですよね。本当に春のこの、なんていうんですか、こう湧き上がるような、燃え上がるような喜びというのがよく伝わってくる表現だなというふうに思いました。そして今回最後に出てくる花が彼岸桜ですね。はい、今度3月の話になってきました。で、春季皇霊祭が行われますとありますが、毎年ですね、春分の日に宮中の皇霊殿で天皇が歴代の天皇皇后皇臣、親族ですねの霊をお祭りする儀式です。今ではこの日を春分の日と言っていまして、祝日の一つになっていますね。で、ここにもお彼岸の説明が最後にありました。まあ、春分の日とともにもう一つ秋分の日というのもありますが、その春分の日、秋分の日を彼岸の中日、中の日と書く中日として、前後3日ずつを合わせて1週間をお彼岸というわけですので、1年でいうとトータルで14日間お彼岸があるわけですね。ご先祖様の霊とお会いする期間ですよね。こういった風習もですね、大切にしたいなというふうに思います。そして私今回もですね、挿絵がとても素敵だなというふうに思いました。4つあるんですが、中でも私の心を捉えたのは、文章では一切出てこなかったつくしの絵でしてというのも、私つくし取りがもう子どもの頃から大好きでしてね、小学生の頃は奈良県奈良市に住んでいたんですけれども、目の前が田んぼだったり、目の前じゃなくて裏、家の裏は草っぱらだったりで、すぐそばに雑木林があったりするような環境でした。そんな中、やっぱつくしが出るポイントっていうのはちょっと離れたところにあったんですが、そこに飼っていた2羽のメンドリを連れて散歩させがてらよく行ってたんですよ。で、鶏も嬉しそうに、まあ、そういった草原というか、まあ、ちょっとぬかるんだようなところにつくしはよく生えていましたけれども、まあ、そういったところにいる小さな虫を食べたり、草花をついばんだりしていましたね。で、そんな鶏をこう横目で見ながら、私や妹もつくしを摘んで摘んで摘みまくりました。はい、摘むのは楽しいんですけれども、その後袴を取る作業が結構大変で、まあ、新聞紙に広げて一本一本くるくると茎を回しながら取って剥いていくんですけれども、気がつくとこう爪の間が真っ黒になってるんですよね、胞子で。でもそれを母が湯がいてお浸しにしてくれて食卓に出てくると、あ、剥いた甲斐があったなみたいな、すごい喜びがありました。そういう環境で育てたことはすごく幸せなことだったなっていうふうに思います。ですので、この終身の教科書にある新年から春へという本日ご紹介した文章を読んでですね、そういった自然との一体感とともに、本来はこの神道の日本の伝統的な生活習慣ともいえる
神道の祝日とかお祭りっていうのももっと大切にするべきだったなということも思うわけなんですよね。こういったことが本来であれば日本の文化の基礎基本にあったと思います。で、今もあるべきだと思うんですけれども、やっぱり戦後の教育でこういった終身の教科書などが禁止されてしまって、こういった本来の日本の季節の巡り方、皇室や神社、神道とも共にあったそのあり方っていうのが薄れてしまっている気がしますので、このような終身に学んだりして取り戻していきたいなと思う次第です。ということで本日はこのあたりでまとめさせていただきます。また来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。